はい、どうも皆さんこんにちは。チビハムツーリングのチビさんライダーとハムさんライダーとヨチャマンライダーです。せーの、よろしくお願いします。まずですね、皆様にご報告がございまして、チャンネル登録者数1000人突破しました。てかね、あの、なんて言ったらいいっていうか、あのお菓子の一匹に紛れ込んでる。どうしたんですかこれ。やっぱりあのハロウィンじゃないですか、もう言うて。だからこんな感じで。はい、ということでハムさんは今後こちらの灰色狐さんでやっていきますので、よろしくお願いします。灰色狐さんと呼んで。はい、ということで、はい、今回の企画なんですけども、コメントをくださった方がいらっしゃって、はい、ぜひバイクの引き起こし動画を作ってほしいというご意見いただきましたので、はい、今回私たちの持ってるバイクで引き起こしやっていきたいと思います。今のところ引き起こしはしたことある？自分のバイクで。ない。 H2 はない。ない。渡したことがないからない。ないもんね。実を言うと、やってるんですよね、立ち掛け。そう、動画撮ってない時にやってるので、まあなんかわざわざお店っていうかね、まあなんか言うのもなみたいな感じで、立ち掛けしたいようなんて言ってなかったんですけど、実際やっております。まあ私がこけた時にすぐ近くにこの2人もいてね、手伝ってくれたよね、引き起こしを、はい。まあ、ということで、私まだ自分一人でバイクを引き起こしたことがないんですよね、はい。教習所のバイクはやったことあるんですけど、あれバンパーついてるじゃないですか、比較的簡単にポンって上がっちゃうんですよ。そんなこともなかったけどね。なんか今のまるで軽々言うのできるみたいな言い方したけど、ふぅーって言うとってまあそこら辺は思ったんですけど、まあなんとか私教習所のバイクだったら持ち上げれるんですよね、はい、引き起こしはできるんですけど、はい、まあ、実際バンパーも何もついてない、本当の立ちこけの現場になった時に、果たして一人で引き起こしができるのかっていうところがすごい重要ですよね。ということで、今回引き起こしに使用するバイクなんですけど、私のバイクが一番軽くって、忍者の250、川崎の忍者250で、本体の重さが166キロになってます。はい、はい、で2番目に重いのがこっちのゆうちゃんマンのバイク。違います。あれもハムさんのバイク、365日レンタルバイク。そうね、ゆうちゃんマンがハムさんから365日レンタルしている CBR250RR ホンダのバイクです。保険代を払ってます。はい、保険代はゆうちゃんマンが払ってます。ホンダの CBR250RR が本体の重さが168キロだそうで、一番重いハムさんの大型のバイクですね、はい、川崎の忍者 SSXSE+ です。はい、重さが280キロ、約300キロのバイクが最重量、はい、でやっていきたいと思います。はい、思います。じゃ早速皆さんに見ていただきたいと思います。せーの、どうぞ。チビハムツーリング。はい、じゃあ早速忍者250から引き起こしやっていきたいと思います。イエーイ。166キロですね、本体の重さは。でガソリンがマックスで入ってて180キロぐらいのバイクを今から引き起こしていきます。いやでもいけるかな。じゃあやっていきたいと思います。せーの。いやちょっと待って、無理よ、重たっ。こんなん倒すもんじゃない、今思って。あのね、布がめっちゃ滑る。うわ、重たい、重たい。頑張れ。あ、うそ、こんな大きいの。行きましたね。はい、じゃあ次は
次男のようちゃんマンが挑戦します。ようちゃんマン頑張れ、ファイト。はい、頑張れ。せーの一発やん。落としない。チリハムツーリング。はい、じゃあ最後ハムさんが挑戦します。頑張れ。はい、はい、じゃあ3人とも166キロは成功ということで、はい、イエーイ。チリハムツーリング。今回の企画の大本命、川崎忍者 H2SXSE プラスの引き起こしをやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。あ、でもこれは無理やってももう許してな。はい、1番手いきます。頑張れ。これはやばいな、ほんまに。わあ、動くかな。まずいくよ。はい、こわ、せーの。あ、いや、ちょっと待って、これね、あのね、多分300キロぐらいある。ミジンコも動かマジでマジで、なんかね、あのね、岩をしてるみたいな。動く気配ないよ、ここまではね。一応ね、軽いやん。そこまで行くよね。そう、行くはないと思うけどね。行くよ、せーの。ほら見て、いや、岩痛い。やばいな。痛いやですか。ちょっと待って、あとワンモアトライぐらい。チビさん、めっちゃ頑張るやん。これ絶対明日筋肉痛やわ。行くで、もう一回。はい、頑張って。ちょっと待って、引き足だから。念のため、ね、補助つこうか。行くよ。はい、せーの。念のため違うよ、バイクに傷つけてほしくないから。そういうことです。そりゃそうです。うわっ、力尽きた音が。これ無理だ。リタイア。めっちゃ重い。リタイア。いや、ほんまに、あ、もうリタイアで。はい、まあまあまあ、めっちゃ重たい。まあまあまあ、よかった。お疲れ様でした。これね、ハムさんが2番手な理由は、あのチビハム兄弟で1番の怪力がヨウちゃんマンなので、一旦あのヨウちゃんマンより力のないハムさんで2番手いってもらいます。あ、これね、うん、言ってる意味わかりますね。いいわ。いきます。うん、せーの、頑張れ。おー、すごいやん。はい、すごいすごい。ちょっと待って、あのね、めちゃくちゃ重い。ちょっと待って、痛っ。チリハムツーリング。はい、じゃあ3番手ヨちゃんマンいきます。ヨちゃんマン行きます。じゃあ行きます。どこ、どこ行きますよ。うん、せーの。おー、かわいい。嘘やろ、軽々やん。嘘やろ。チリハムツーリング。はい、ということで引き起こしやってみました。あの CBR250RR ですね、引き起こしやるって言ってたんですけど、実際に倒してみたらですね、あのウィンカーの部分が、もう倒してフロントのね、あの後ろの方じゃなくて前についてるウィンカーの方が、まあ、あの地面に倒そうとした時にも突き刺さってですね、あのこれ以上倒れないっていうことが分かったので、 CBR の方は今回引き起こしは断念いたしました。で、忍者と H2SXSE プラス、引き起こししたんですけども、まあ、結果ですな、まあ、忍者は全員いけました。忍者250は全員166キロクリアいたしました。次、忍者 H2SXSE プラスですよ、問題は。はい、まあ、大体300キロのバイクだったんですけど、はい、まあ私無理でしたね、まあ、これで分かったよね、もう300キロとかするバイク私無理。だって全く動いてなかった。いや、ほんまにもう今じゃないよ、一応ちょっとは、うん、そうそうそう、ふっとは行ったよね。そっから先が全く、あれはほんま力は入ってた。いや、うん、めっちゃ入ってた。なんなら唸ってたんですよ私。いや、入ってるか分かんないんですけど、めっちゃうーんとか、なんなってた。そう、そうだったよな。めっちゃ力入れたんですけど、はいはい、本当にみじんもピクリとも動かなかったです。ということは、はい、まあ300キロのバイクは乗れないという。チビさんは乗れないってことですね。ない、うん、まあそれ大型ですね。はい
そう、そもそも中型しか乗ってないから。そうそうそう。まず免許取りに行かなかったら、もう小型の上に乗ったら。乗らんわね。大型に触れてることで、なんか大型免許を持ってるという勘違い。非時間になりそう。ああ、そういうこと。ちょっと行っちゃうかなって。行かないの、それって。行ったら取り違いだね。になっちゃうから。そうそう。捕まるから。うん。チビハム家は法律を遵守してまいります。遵守してまいります。お願いします。はい、お願いします。でですね、まあ、男性陣ですね。はい。二人とも成功してるんですけど、どうでした？まあ、感想としては、うん、思った以上に、重たくはなかったって感じです。本当？はい。声出てましたよ。え？あーってか、あーってか。いや、違うやん。え、だって待って。力、入れかけてきて。って言ってなかった。言うてない。声出てたよ、2発ほど。出た、出た。それはだって出さないと、やっぱ出すことによって、やっぱこう力をこう爆発的に出すっていうの。うん、めっちゃくちゃ重い。じゃあ次、ヨちゃんまで聞いてみましょう。どうでした？ただ、起こせばいいのかな、よいしょって。持ちます。腕でもう先に上げちゃう。な、え、あ、上がらない。腕で上がるんだよ。上がらんわ。もうちゃうわ、お前。そんなん聞きたいんちゃうね、みんな。お前腕で上がらへんねんよ。上がる、上げる、で上がったら、あと押すだけ。前いやの、違うんですよ、みんな。ほんまに斜め45度が俺には分からない。いや、なんでやねん。ここな、これバイクあるやん。こうグッと持って、そんな、なんかお前動き怖。お前、もう一回やって。ベッドメイキングで。違うよ。ベッドメイキングのカレーキング。はい、ちょっと言い忘れてたんですけど、はい、火起こしするときに、あの前輪をですね、私のヘアバンドでぐるぐる巻きにして、ヘアバンド違う、ヘアゴムでぐるぐる巻きにして前輪をロックした状態で火起こしをやりました。はい、でですね、あのハムさんのとき、私の忍者250を、引き起こすときのハムさんが前輪のロックを外した状態でやったんですけど、見てもらったら分かると思うんですけど、前輪がすごい勢いで前にグーッと滑るんですよね。足でタイヤをあのヨーチャンマンがロックしてくれたんですけど、あんな感じで前輪をロックしないまんま引き起こしをすると、タイヤがね、コロコロと転がって、あの力がそのまま横に逃げていっちゃうんですよね。で、車体もうカウルとかが全部ガリガリガリって削れるっていうことになっちゃうので、絶対に前輪をロックするようにしてください。もうこれはめっちゃ注意、ほんまに注意。あの私立ちボケガーンした時に前輪ロックせずにそのままやってちょっとガリったので、もう皆さんは絶対そうならないように前輪はしっかりロックしてからやってください。なんかあの教習所の面接で教えてもらったんですけど、うん、あのそのゴムとかなかなか持ってるってことないじゃないですか。ない、ない。特に男の子ってないでしょ、うん、確かに。ね、であのなんどうなしたらいいんですかって聞いたんですよ。なんかグローブがあるんですよ、グローブが。めちゃうんだ。そう、あグローブをこうすごい、それそはめるんですよ、そう、そう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 、そう、ほんならロックできる。すごい、うん、これはね、あの教えてもらった。それはロシシやった時なぁ、やったらよかったのに。それこそもう実用的なものでしょ、もう手にしてるんだから。はい、ということで、あの、まあ、実際グローブを使う方法もあるということで、私たちも初めて知ったね。今ね、ね、はい、ということで、まあ、ヨーチャンマンの引き起こしの方法は全く参考にならないんですけど、実際立ちこけしてしまった時はヘアゴムとか、もしくは自分のつけてるグローブで前輪をロックした上で引き起こしをするようにしましょう。はい、で、あのできれば力は斜め45度、こっちに向かって、はい、行って、まあ、私みたいにもう300キロのバイク持ち上がらんと、こかしてしまったらいいけど、もう自分のバイクは持ち上がらんっていうことになったら、速やかに周りに助けを求めましょう。大事なことですよ。うん、うん、無理をしない。はい、はい、ということで、今回の動画はこれで以上にしたいと思います。もしこの引き起こしの動画がためになったよ、参考になったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、以上チビハムツーリングのチビさんライダーとハムさんライダーとヨーチャンマンライダーでした。ごめんね。せーの、バイバイ。